はい、こんにちは、ペース。1分でわかる月1000エナジー以上貯める方法8選やっていきたいと思います。1つ目、ログインを毎日しましょう。ログインをするだけですね、ログイン報酬で1ヶ月平均130エナジー獲得することができるので、必ず毎日ログインはしましょう。で、2つ目、デイリーミッションは必ず毎日完遂させましょう。1ヶ月平均にすると150から200エナジー獲得することができるので、デイリーミッション4つはですね、必ず毎日終わらせましょう。続いて3つ目、イベントを必ず毎回累計まで終わらせましょう。1ヶ月平均約400エナジーは獲得できるので、イベントは必ず毎回累計までエナジー使わずに終わらせるようにしましょう。で、4つ目、リアタイは毎回プラチナ3までいけるようにしましょう。3ヶ月に一度リセットが入るんですが、プラチナ3に行くだけで年間で632エナジー獲得することができるので、毎回必ずプラチナ3まで行くようにしましょう。で、5つ目、日々自操作を行って累計ミッションをコツコツクリアしましょう。で、6つ目、チャレンジカップは毎回必ず行いましょう。で、7つ目、最低でもリーグ8以上を目指しましょう。で、最後8つ目、これが一番大事、誘惑に負けて無駄なガチャを引かないこと。